マルグリット・ロンは20世紀前半のフランスを代表するピアニストピアノ教育者。1874年11月13日、フランス南部のガール県ニームに生まれる。ニーム音楽院で8歳上の姉クレールからピアノの指導を受けるが、当時主学館をしていたテオドール・ディボアの勧めで1889年にパリ音楽院入学。百九十一年。 パリ音楽院ピアノ科を一等賞で卒業。名教師として名高いアントワーヌ・フランソワ・マルモンテルの息子、アントナン・マルモンテルの指導を受けつつ、演奏活動を開始する。1906年、大のホーレファンであった、音楽学者のジョゼフ・ド・マルリアーブと結婚。新婚旅行の最中に呼び戻され、パリ音楽院の予備科講師となる。 1907年、急世したシアントナンマルモンテルのクラスを継ごうと、高等科教授に立候補したが、当時の院長であったホーレは論より3歳、若いアルフレッドコルトを、どうしても教授にしたかったため、彼女に次の機会には必ず教授に推薦するからと、手紙で約束し、引き下がらせた。ところがそれが逆効果となり、1913年に、 約束の教授の地位が与えられなかったことに論は立腹、ついにマルリアーブ夫妻はフォーレと仲違いする結果となる。1914年8月、夫、マルリアーブが第一次世界大戦に従軍し、8月24日、戦死。悲しみに打ちのめされ、ステージから遠ざかったが、1917年に演奏活動を再開させる。 1919年4月には、モーリス・ラベルが、戦没者に捧げた、組曲、クープランの墓を所演。1920年、ルイディエメの死後、その後任として、音楽院高等科生教授に就任。同年、自身の音楽学校を創設し、これが1941年には、ロンティボー音楽学校となる。1932年1月、自身に検定された。 ラベルのピアノ競争曲と町長々を所演。作曲者と共にこの競争曲を携え、ヨーロッパ中を演奏旅行する。1935年、フォーレとは仲たがいをしたというものの、アンリ・ド・ジュブネル夫人主催のガブリエル・フォーレ協会設立に助力。1937年から1939年には、フォーレ協会主催でフォーレコンクールを開催。 1943年、バイオリニストのジャック・ティボーと共に、第1回ロン・ティボー国際コンクールを開催。このコンクールは現在でも行われ、若手音楽家の登竜門となっている。1966年2月13日、パリにてエーミン。91歳ボーツ。壮烈で、ラベルのダフニスとクロエが演奏される中、故郷ニームへと帰った。古典派のモーツァルトやベートーベン。 ロマン派のショパン、リストなどからドビュッシー、フォーレ、ラベルなどのフランス近代音,音楽まで幅広い。当時の作曲形との親交は厚く、フォーレの即興曲第4番、アルベニスのナバーラ、ラベルのピアノ競争曲と蝶々などを検定されている。フランスの伝統的ピアニズムを受け継いでいるという自負から教育者としても熱心に活動を行った。弟子として、 ジャック・フェブリエ、ジャンド・ワイアン、ピエール・バルビゼ、サンソン・フランソワ、フィリップ・アントルモン、日本人のソノダ・タらの名が挙げられる。著者吉澤・ウィルヘルム、発行者、矢野刑事、ピアニスト・ガイド株式会社請求者、印刷書、製本書高徳書、2006年2月10日、224ページ、ISBN4 から7872から7208、X。 ありがとうございます。